皆さんこんにちは、シモンチャンネルです。今日のこの動画は、Q&A 動画になります。東京オープンボディービルの、4位ケンゴ、あとは、林幸喜くんは、オールジャパンメンズフィジークで、5位っていう、まあ、僕ら同世代なんですよね。で、まあ、トレーニング仲間で、今日は、インスタグラムの方で皆さんに、募集した、結構質問は、いただいてます。ありがたいことに。なので、まあ、全ては答えられないんですけど、この中から、いくつか僕らの方でピックアップして、質問の方に、答えていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃ最初のメロン型になりたいです。K1-0429KI さん、メロン型になりたいです。まあ、どうすれば、まあ、肩のコツとかだね。どう？まあね、メロン型っていうのがやっぱメロンって丸いから、やっぱその丸みをつけたいってことだと思うのね、メロンって、うんうん、そうだね、うん、だからいろんな角度からそのやっぱアプローチしていく。フロントもリアもサイドもまんべんなく、うん、特にやっぱこの結構トップ選手って結構この肩のこの盛り上がりすごいと思うけど、うん、やっぱこれって結構サイドレイズでも結構ここまで上まで収縮させてるから多分つく感じなのかなと思うから、うんうん、もっとサイドレイズでも細かく分ける。そうそうそう、ちょっとこうマニアックな種目もやるってことか、うんうんうん、そう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 だね。あとそうだね、あとネチネチやったりとかも大事だから、うん、そうだな、肩はありがとう。そう僕の方では、肩は最近すごく、僕の中で、ま、実感しているのは、三角筋後部、リアの重要性です。なんかトレーニングをこう始めたばかりの方だったり、ま、なんか初心者の方々は結構、リアを、ま、軽視している傾向にあるのかなと僕自身思っていて、ま、リアが大きいとやっぱりサイドフロントも余計際立ちますし、やっぱ肩かっこいいんですよね。リアがある人はすごいかっこいいです。多分皆さんの好きな選手とかフィジークで結構トップに行かれてる方々はリアすごい発達してると思います。まあ、なのでメロン型になりたい、キイチさんかな。キイチさんは、リアを鍛えてるのかわからないですけど、いつもより意識的にリアをやるっていうのをおすすめします。ケンゴ行きましょう。まあ、僕もそのメロン型になりたいんですよね本当に肩全然ダメなんで、どちらかというと僕その腕が結構発達してて、肩はあんまり発達してない、肩の発達があんまり目立たないタイプなんですよ。意識してることといえばインターバルを他の種目、胸とか背中とか足とかのトレーニングに比べたらちょっとインターバルは短め、筋肉の作りだったり繊維の この方向だったりとかって見ると、1分ぐらいか、1分45秒から1分ぐらいでやるようにはしてます。なんかその筋肉痛きづらい部位でもある、正直、うん、そうだね。僕来ない人だって多分結構いると思うんですけど、うん、別にそれが問題じゃないというか、うん、別に筋肉痛きてないから筋肥大しないわけじゃないと思うし、うん、なんかそのトレーニングの時にその結構闇こう痛みがこう燃え尽きるようなこう痛みが出る、うんね、そういう筋肉じゃないです、うん、なんかそうだね、そうだね、肩ってそうなるじゃない、うん、そうだね、こう短めのインターバルでまあ、種目数ちょっとやってあげたりとか、あとはやっぱりその、うん、僕その押す種目プレスが大好きだから、うん、プレスでどれだけ森を稼げるかっていう感覚で、うん、森を伸ばしていくことと、あとはインターバルを他の種目よりかは短くする。で、まあ、回数はやっぱり12回ぐらい狙ってあげるような、うん、ちょっとこう増やしてあげる、まあ、自分の中では高レップなんですけど、うん、12回っていうのは、うん、12回ぐらいこう狙ってあげるようなイメージでトレーニングはしてます、うん、ありがとう。はい、キイチさん少しでも参考になると嬉しいです。質問ありがとうございます。そしたら、次これが、結構多くてかなり今見ただけでもかぶってるんですけど、肩を痛めてしまいました、肩のケアを教えてください。なんか肩の怪我とかしてる？したこととかある？したことはないけど、やっぱトレーニングでやっぱ痛めてる調子あるから、うん、ちゃんとアップしてやるってことが大事。まず怪我する前に絶対そうだね、大事だから、うん、予防だよね。そう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 、ケアはあんましない。だからトレーニング後にちょっとストレスするぐらいかな。ケンゴとかどう？肩とか痛めたことはあります、もちろん。どう、なんかケアとか怪我ってやっぱりスポーツはつきもの、正直このトレーニングのトレーニングはちょっと分からないけど、もともとスポーツやってる人たちは多分いろいろ怪我ってつきものだと思うから、うん、そうだね。怪我をしてしまったのならば
あのまず第一にあの直すことを考える、うん、そう直さないのにトレーニングしちゃうとあの別にいいことあんましないからね。そうそうね、やっぱりその壊れたものは直すっていうことを、うん、直すことを最優先に考えてあげた方がやっぱりいいかなって思う、うんうん、トレーニングの怪我ってスポーツ他のスポーツの怪我ってもうなんか怪我したら1ヶ月とかに一度できないけど、うん、トレーニング怪我ってもうなんか例えば炎症してるとかだから1週間とか休ませれば、うん、回復するから、うん、本当にそうだね、そうだね、一回休むってなんかいいんだよね、うん、僕普通に怪我して1ヶ月ぐらい休みましたよでもなんかうずうずしない、まあするけど、うん、やっぱりどうしようもない怪我ってやっぱあるから、うんうん、そうだね、まあ、肩とかは特にそうだよね、他の部位を使うときに、まあ、ジョイント使うから、なんか僕が、この質問してくださったシュータさんから、僕が、特に意識しているのは、まあ、アップをするっていうのにすごく近いんですけど、僕も実際右の肩を一回痛めたことが、あります。でプレス系をするときに結構気になってたので、ウォーミングアップをするときに、まあ、使ってるこう筋肉をしっかりこう意識しながら、まあ、当たり前なんですけど動かす、まあ、肩に負担がないフォームかっていうのを、まあ、確認していいフォームができているっていうのを前提に重りを乗っけていくっていうのは、まあ、意識してます、まあ、あとはチューブ使って、まあ、肩周りとかしっかり、温めてからあのトレーニングのメインセットに臨むっていうのは、毎日のルーティンでやってます、まあ、ストレッチポール使ってアップしたりチューブ使ったり、結構ケアに関しては、できることはいろいろあるので、やってみてください。少しでも参考になったら嬉しいです。そしたら、次の質問に行きます。どれにおすすめ飯知りたいです。バルク機のダン808ジャパンさん、おすすめ飯、おすすめ飯か、バルク機、これはバルク機のおすすめ飯じゃあ俺バルクバルクといえばやっぱね、あの最初に聞くべきはバルクっていうか、あの本当にあの太っていいんなら、うん、あのツナマヨおにぎりはマジ最強。ツナマヨおにぎりとサバ缶、サバ缶、いやサバ缶マジ最強、ね、サバ缶はいい、サバ缶本当にいいっすよ。で僕その増量期はもう味噌煮ばっか食べてたんですけど、いくら食っても飽きない。そうね、うん、本当に美味しい、カロリーも稼げて、ね、カロリーも稼げて、うん、カパッと開けるだけだもんそう本当に手間いらない、そう手間いらないから、なんかサバ缶は本当に急に生き生きしてきたよさっきからちゃんとしてるね、なんか好きやとか言う、うん、言うとかそれはもちろんそれも食うけど、なんかアイスとかなんか食うかなと本当に、あ、何でも食べるんだ僕本当に、結構アイスが食わないんだ、あんま甘いものよりかはなんか本当にあの米とかが大好きだから、そうなんだ、いい方じゃん、いやよくねえだろ、いいよ、いや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 俺そう考えたら俺めっちゃ悪い、俺めっちゃお菓子好きだから、あ、でも絞れてるじゃん、絞れてるじゃん、なんかわけわかんないんだよねそういうのは本当に食べる量がそうでも本当に食べれる量が多いんですよね、僕5ヶ月で30キロ増えたんで子供6人ぐらいできてるから、それはやばいななんかその人のその絞れ具合とかにもよるけど、よるし、しかも僕なんかその初めてあんなに体重落としたんですよ人生で、うん、体脂肪はそこまでこう絞ったのが初めてだった、この前のオープンが、なるほど、ね、もうリバウンドがすごくて、正直食べたい欲がもうすごすぎて、うん、そうだね、もうなんかもう食べたい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 、それはそうだ、あれはすごかったな、だから本当に次のオフシーズンはもうちょっと抑えて本当に今10キロぐらい、うん、10キロ15キロ以内にはずっと食べたいですね、うん、ちょうどケンゴに来てたんだけど、ケンゴさん仕上がり体重何キロになるか気になります、どう、去年が大会の3日前で75キロ以下だったんですけど、僕 75.8 ぐらいあって、これやばいみたいな、カーブアップもできないってなったんですけど、あの水抜いてギリギリ 74.4 キロ台だったんですよ、で前回ちょっと75ギリギリだったんで、そっかそっか、まあでもそんなに増えてない気がするから77ぐらいになってたらいいな、77、78、仕上がると思いな、78で仕上がったらもうバンバン剤みたいな、76、77になると思うな、そうボディービルの場合そういう制限とかがあるからちょっとまた、あでも超級なだから次はその75より下に回らなければ、なるほどなるほど、それで下回ったらもう分かるでもやっぱこういろいろ体型があるとまたちょっと違うよね、そうだね、だから身長だけのカテゴリーとそうだね、ポージングはどうやって練習していますか、セミナーとか行かれてるんですか、ポージングどう、ポージングね、ハワキ君うまいもんな、なんだろうな、やっぱ自分トレーナーとしてやっぱ普段美容部で働いてて、うん、常に鏡がある状態で、うんうん、でも空き時間とかにとにかくポージングをやる、うんうんうん、それでなんか、まある程度上手くなるのかなっていう、
磨かれてったの、うんうん、でもやっぱそういう鏡がないと難しいもんね。そうだね。でもなんか結構なんか僕とかはなんか iPhone とかで内カメで、あ、なるほど、ね、壁とかに立てかけて、ね、なんか動画を撮って、まあ、自分の体のコンディションとかを、まあ、今どのぐらいこう絞れてるかとかを、まあ、つけたりっていうのをたまにします。なので結構数をこなすっていうのは大切だと思います、うん、ポージングやっぱやってないことはできないので、しっかり毎日数をこなして、うん、あのやっていくのおすすめです。あと1個ポージングで言いたいことがあるけど、うん、ぜひ。フィジックで結構その練習するときに鏡の近くでやっちゃう人、うん、あんま良くないなと思って、うん、やっぱステージから見たら結構もう全体じゃん、うん、シルエットというか引いた目線、うん、で鏡の近くでやっちゃうとミッドセクションとかそこら辺しかもう意識がいかなくて、うん、変なポージングになっちゃう、うん、でもやっぱ絶対にポージング練習するときは結構離れて全体が見えるところからポージングすることをお勧めします。あ、うん、ちょっと一歩引いてるね。そうそれじゃないとやっぱフィジックってシルエットだから、うん、うん、そうだね、ミッドセクションも大事だけど、もうあくまでシルエットの方がやっぱシルエットいい選手勝ってるよね。そうだね、うん、うん、やっぱポージングはそういう風に練習した方がいいですね。そうだね。ケンゴポージングはどう？俺クソ下手くそだよ。いや僕めちゃくちゃ下手くそなんで、本当にこの質問は僕にしない本当にあのポージング練習全然しないし、来年は、今年はポージング練習めっちゃちゃんとして、うん、あの負けた原因が結構ポージング絶対課題だと思ってるから、今年はもうポージングしっかりやる。ちょっと皆さん、あの、ケンゴのポージング、ういってやってみたから、前回はあの、僕見に行くと思うので楽しみにしておいてください。今年こそは分割はっていう質問が来てます。分割と、もう俺はもうノーマルずっともう変わらず、うん、胸、背中、肩、うんうんうん、足、腕一緒？俺は胸、背中、オフ、あ、オフじゃん、腹筋、うん、で、肩、腕、あ、腹筋だけの日。そう、腹筋だけの日。これは面白い。お腹だけの日、そう言ってたね、作ってるっていう。そう、うん、もうやっぱ、もう負けた理由っていうのがもう明らかに腹筋と思ってるから、うん、腹筋多分、だるくもあるんだけど、うん、だからもうちょっと、まあ改善できるところはね、腹筋の日って、なかなか思い切ったよね。そうそう、もうなんか、自分はなんかトレーニング3時間とかできる人いるじゃん、うん、2時間3時間、うん、俺も絶対できないから、うんうんうん、なんか本当に例えば、胸やりました、うん、その後腹筋やりますってなるともうやる気起きないの。それならやらない方がいいから、ね、俺的には、うん、だからもうその腹筋の日っていう、うん、一部位をバチッと追い込んだ方がそっちの方が重要ですね。腹筋の日ってもう、ウリアブローラいや、アブローラじゃない、まあドラゴンフラッグ、ドラゴンフラッグ、そうそうそう、最近できるようになって、あれきついね、あれすごい効く、そうそうそう、筋肉痛くるね、筋肉痛マジでやばい、あれすごい来る、結構、あと重量扱うんですもん、クランチとか、あ、そう腹筋やったわけよいやでも腹筋の日はすごいね、思い切ったよ、ね、僕は腹筋はあのトレーニングの後に取り入れてるのでちょっとまた違った、うん、まあ、ルーティーンで、僕の場合は、足は、週に1回やります。で腕も基本的に週1回で、あとはこうできる部位をこう組み合わせていく感じで、まあなんかルールじゃないですけど、胸の日の次の日には肩が来ないように、あと腕の日の次の日には、まあ、胸ができない、プレス系ができないので、あとはあの体と相談しながらできる部位をやるっていう、ちょっと、まあ、変則にはなるんですけどやってます。背中に関しては、結構ダメージが大きいトレーニングをするので、まあ、中6日とか5日で行くようにこう当てはめて、やってます。ちょっとあの参考になるかわからないですけど、したら、時間的に、次が最後の質問になります。これもまあ結構肩に関しての質問が多いので、次もちょっと肩に関しての質問を取り上げます。高重量のサイドレイズしてますか？まあ、なんかサイドレイズに関しての質問がすごい多いんですけど、どう？高重量もやってる、うん、まあ、やっぱ低重量も高重量もどっちともやってる感じかな、うん、まあ、その日に分ける、なんか重い日とか、そう、重い日とか、まあ、一緒にはやらないかな、軽い重量と重い重量はもう結構やってるんだ。そうやってる重い重量、うん、重いのだとどのぐらいのレップ？サイドレイズ20キロ12レップとか、そこら辺結構振ったりとかする。そうそう、もうチーティング使って、うん、で、下ろすときゆっくり。なるほど、なるほど。じゃないと上げられないよ。20強いね。健吾はどう、高重量やる？だから、その、さっきも言ったけど、高重量ってか、
それぐらいあんまり重りは稼がない。ワンハンドだから重りは稼ぎやすい。ああ、そっかそっかそっか。だから2つであれでしょ、20キロでしょ。両手よりは上がるよね。両手より上がるな俺。そうだね、なんか僕の場合結構アップライトローで結構チーティングでなんかアップライトローがいい印象重いの。結構有名なビルダーの方とかもやってらっしゃる方いると思うんですけど、アップライトローで重いのは使う種目にしてます。なのでサイドレイズは多分そんなになんか10とか12とかいっても14かな。でなんかそんなにサイドレイズはチーティング使わずに、アップライトローで重り使うっていう感じかなに、してます。はい、今日の、質問コーナーはここまでにします。ケンゴとコウキくんありがとうみんなありがとう。すごい本当に想像以上の、質問を、いただいて、まあ、あとここ以外でもメッセージとかでも、質問いただいたんですけど、ちょっと時間の関係で全て答えることは、できなかったです。本当にすいません。また次回があれば、みんなでまた、Q&A コーナーしたいと思います。で、あとは2人はインスタグラムもやってて、すごいかっこいいページなので、二人とものインスタ下に貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。では、この動画が少しでも好きだったら、LIKE 忘れずに皆さんお願いします。で、チャンネル登録が、まだの方、初めて、このチャンネルを見てくださっている方は、登録も忘れずにお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。Like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.